はようございます。おはようございます。おはようございます。ハレルヤアメンアメン。今日はですね、6月4日、ペンテコステなんです。でペンテコステはもう皆さんご存知だと思いますが、聖霊降臨ですね。聖霊様がその天から弟子たちの上にこう、注がれたという。でこれはですね、およそ2000年前にあったことですけども、このキリスト教の歴史の中で、再臨に至るまで、そのペンテコステの時から再臨に至るまで、これが聖霊時代と言われます。聖霊時代というのは聖霊様がこう働く時代ということで、これが教会時代とも言われます。教会の誕生がその2000年前の聖霊降臨です。聖霊様は教会の中で働かれて、その伝道の働きや、またクリスチャンの信仰のその、助けてくださる助け手として、与えられました。私たち、カリスマ派は聖霊派とも言われていますが、聖霊派というのは聖霊様の働きを認め強調し、聖霊様の働きをもっともっと祈る、それがカリスマ派と言ってもいいでしょう。分かりやすく言うと油注ぎですね。私たち油注ぎ、また韓国風に言うと聖霊充満と言います。聖霊に満たされるという。聖書のエペソ4章には聖霊に満たされなさいという御言葉があります。またローマ12章には、霊に燃えなさいとあります。霊に燃える、聖霊に満ちる、これがですね、信仰の基本というふうに考えます。つまり、聖霊様を消してしまうとか、聖霊様を悲しませてはいけないとも書いてあります。私たちは肉の力ではなく、多くの人は肉の力で生きています。肉の力、人間の力とか、神様の力じゃないもので生きているということですね。しかし私たちはイエス様を信じてから、その肉の力を捨てて、肉を殺しなさいって書いてあるんですよ。皆さん、肉を殺すというのは、肉的な思いを取り去るということです。欲望を捨てるということです。欲望を捨ててやっていけるの？やっていけます。そのむしろ、ね、その欲望そのものというよりも、欲に従うとか、欲を追い求めるということに問題があるということです、ね。クリスチャンだって、食欲で食べていいし、睡眠欲で寝ていいんです。だから欲望そのものがいけないんじゃなくて、欲をむさぼるところに問題があるというんですね。欲をむさぼるというのは、欲によって満たされようとするあり方がまずいということです。そしてペテロは言いました、ね、偶像崇拝、その、むさぼりが偶像崇拝だと言ってます。むさぼりが偶像崇拝、どういうことかというと、欲でむさぼってむさぼってむさぼって、それが偶像崇拝の本質だよということですね。なぜかというと、それは悪魔が欲を用いて誘惑して、欲がはらむと罪を生むでしょ。つまり罪を犯させたいから欲で誘惑するわけです。つまりむさぼりというのは単なるこう生物学的な問題じゃなくて、むさぼりというのは、人間が欲深いというのは、悪魔がその欲をその刺激して罪を犯させるメカニズムなんだよということなんです。そのことが多くの人はもう知らないわけです。多くの人は、好きなことをやって何が悪いんだ、ね、自分のしたいことをして何が悪いんだと言いますけど、それは罪を、ね、犯すその、罪を犯すなんて動きなんだよ、罪を犯す動機なんだよ、罪に至るんだよ、そして罪が、熟すと死を生むと書いてありますね。罪が熟すと死を生む、つまりむさぼりの
結果は死だということです。罪の結果は死だということであり、むさぼりの結果が死だということ、この真理をですね、多くの人は知らなきゃいけないと思います。そしてそれを罪と死の原理と言います、ね、罪と死の原理、ローマ8章にそれが書いてあります。罪と死の原理、その罪と死の原理の中で人間が苦しんでいるという構図を多くの人は知らないんです。罪と死の原理で苦しんでいる、生きるのが辛い、人生辛い、みんなそうよくコメントを書いてありますね。もう人生辛い、キューちゃん人生辛い、どうしたらいいんだ。それは罪と死の原理で苦しんでいるということです。罪の中で苦しんでいるということです。罪があるから苦しんだ、重荷があるから苦しんだ、ね、よく私言うでしょ、こう何十キロという荷物をこう、ね、背負って歩いたらきついですよね。もう私なんかもうあのぎっくり腰怖いからそんなことしたくないですけど、何十キロも背負って歩けなんたってね、いや大変ですよ皆さん。でも霊的には皆さん、多くの人は重荷を背負って歩んでるんです。ですから、それを下ろしたくても下ろせないんですよ。罪っていうのは下ろしたくても下ろせないんです。もう奴隷ですから、ね、もう奴隷ですから、もう鞭打たれて、ね、働け働けって、もう罪を背負ったまま生きるしかない、これが人生が辛い理由です。そこで命の御霊の原理という言葉がそこにありますけど、命の御霊の原理、ペンテコステはイエス様が私たちを救うために与えてくださる御霊なんです。イエス様が救い主ですが、どのように私たちを救うんですか。御霊を与えて救うんです。いいですか。イエス様が十字架にかかりました。そして血を流しました。その血を携えてイエス様は、その昇天したんですね。ご自身の血を持って復活、3日目に復活して、そして40日目に昇天して、その時にご自身の血を携えて聖女である天に昇られたと書いてあります。それはその後10日目にペンテコステの時に私たちに聖霊を注ぐために昇られたと書いてあります。つまり十字架のその目的は私たちに聖霊をくださるためだということです。私が行かなければ、ね、あなた方に何の益もないんですと言いましたね、私が行くのはあなた方に益ですと、ね、私がおはようございます、私が天に行くことによって聖霊が注がれるよということです。ですからペンテコステは十字架の成就なんです。ペンテコステはまさに人間の救いのためなんです。ペンテコステは、私たちが罪から救われ、悪魔から救われ、その御霊の力によって解放され癒されるためなんです。ペンテコステはまさに神様の救いのご計画なんです。ですから、聖霊派がまたはカリスマ派が、ペンテコステもそうですけど、ペンテコステを強調するのはそういうことなんです。聖霊派がペンテコステを強調するのはまさに十字架と復活の成就だからです。それを全福音、純福音と言います。十字架と復活だけのことは福音って言うんですね。本当は違うんですけど、一応福音と言います。でもそのペンテコステまでを含めると純福音、全福音、つまり本当の福音ということです。本当の福音、私たちは福音主義ですが、本当の福音は聖霊が注がれてこその福音なんです。良い知らせです。良い知らせというのは何ですか。イエス様によって、ね、救われるということです。どうやって救われるんですか。聖霊様をもらうからです。どうやったら聖霊様がもらえるんですか。悔い改めてイエス様を信じなければ聖霊様はもらえないんです。ただ悔い改めないでくださいってもらえないわけです。本当に悔い改めてイエス様ごめんなさいと、ね、今まで神様に逆らって好き勝手なことをやった、自己中だった、もう欲で生きてた、ね、もう本当に、そのしたいことを
し放題、放蕩していた。放蕩、放蕩っていうのはもう、ま、わがままに生きるような感じですね。わがままに生きてた。もう自分のことだけしか考えなかった。そういう罪を本当に理解し、ああそれは良くないんだ、人に迷惑をかけたな、社会に迷惑をかけたな、本当に自分が悪いことをしてきたことを認めて、イエス様私を救ってください、許してくださいという時に聖霊が注がれるのです。本当に悔い改めなければ聖霊が注がれませんね。クリスチャンでもね、水の洗礼を受けて、水の洗礼を受けてクリスチャンになりますけど、でも本当に悔い改めないと聖霊のバプテスマを受けないんです。聖霊のバプテスマを受けるためにはそれの何の悔い改めと信仰が必要です。心からイエス様に対して、悔い改めてイエス様に心を明け渡さないと聖霊が注がれないんです。アーメン。ですから兄弟姉妹の皆さん、まだ聖霊を受けてない方は心から悔い改めて、聖霊のバプテスマを欲しい、聖霊のバプテスマを欲しい、聖霊様が欲しいと心から祈れば与えてくれます。神様はそういうものを求めているわけです。それは牧師が決めることじゃないんです。神様が決めることなんですね。その人が本当に悔い改めてるか、その人が本当に信仰があるかどうか、神様しかわからないんです。だから、もちろん牧師が手を当てて祈ることもありますけれど、しかし、神様が決めるんです。アメン。ですから皆さん、上から来ましょう、求めましょう。今日本に必要なのは聖霊様です。今日本に必要なのは油注ぎです。今日本に必要なのは、その神様の十字架の栄光です。多くの人がイエス・キリストを知ることが必要です。多くの人が、神のその力を見て、神の栄光を見て、ああ私も欲しい、私も救われたい、私も油注ぎ受けたい、私も清くなりたい、私も重荷を下ろしたい、もう本当に辛い、苦しい、助けて、もうすべての人が、ね、イエス様のところに来てほしいのです。すべての人がイエス様のところに来なければ他に救いがありません。私のところに来たら休みをあげようと、休ませてくれると言いました。他に居場所がないんです。他にその救いがないんです。他に解放がないんです。皆さん、その真理を知ってください。事実を知ってください。そして、それを知っている私たちは心から喜ぼうではないでしょうか。そして今日ペンテコステ、ね、本当に日本の、私言うんです、今年は特別な年ですね。特別な年の特別な出来事、今日は特別なんです。今日は特別の中の特別の中の特別です。特別の年の特別な日曜日、特別な年の特別なペンテコステです。ですから今日私たちは本当に喜ぼうではないでしょうか。真理を知ったんです。聖霊を受けたんです。私たちは救われたんです。イエス・キリストによって救われて永遠の命を受けて、そして、神の国の約束を持ってるんです。私たちは以前は将来に保証のないものでした。まあ地獄が保証でした。滅びが保証でした。永遠の苦しみが保証だったんですよ。皆さん、私たちは火の池が保証だったんですよ。そこから救われた。そこからその全く正反対の永遠の喜び、永遠の命、それが私たちの約束になったんです。これを喜ばなかったら何を喜ぶんですか。それ以上に喜ぶものは何もないんです。罪から救われて永遠の命を与えられた、これ以上の喜びないじゃないですか。ただそれを本当に信じるかどうかです。兄弟姉妹の皆さん、もう一度信仰をリフレッシュして、リバイブして、神様に向かって礼拝しようではないでしょうか。感謝しようではないでしょうか。それでは皆さん、賛美しましょう。アメン。
どうぞどうぞ。私を作り変える主の御霊の油注ぎ私を作り変える。我がすべて御霊の力に任せて新しく変えられる。全て御霊の力に満たされて新しく変えられる。その御霊の油注ぎ私を作り変える。私を作り変える。我がすべて御霊の力に満たされて新しく変えられる。我がすべて御霊の力に満たされて新しく変えられる。すべて御霊の力に満たされて新しく変えられる。我がすべて御霊の力に満たされて新しく変えられる。我がすべて御霊の力に満たされて新しく変えられる。我がすべて御霊の力に満たされて新しく変えられる。主の御霊の油注ぎ私を救う。私を作り変える。我がすべて御霊の力に満たされて新しく変えられる。我がすべて御霊の力に満たされて新しく新しく変えられる。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 アメン。Oh, Lord.
来てください。ハレルヤ。上書いてます。ハレルヤ、ハレルヤ。日本の罪を許してください。ハレルヤ、救ってください。ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ。癒してください。ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ。アメン。聖霊様、ハレルヤ、来てください。ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ。来てください。ハレルヤ、ハレルヤ。
ルヤ。恵みの雨、ハレルヤ。後の雨、ハレルヤ。降ってください、ハレルヤ。降ってください、ハレルヤ。ハレルヤ、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 ハレルヤ。ペンテコステはですね、ヨベルの年の、成就なんです。でヨベルってのは角笛です。ですから角笛を吹く、それはまさに解放を表し、救いを表し、イエス様が来ることを表すんですね。ですからまさに今日こそ、角笛を吹く日なんですね。角笛を吹く日なんです。アレリア、おはようございます。ハレリア、アメン、アメン。聖霊派が、聖霊派がですね、ペンテコステをお祝いします。もちろん他の派もお祝いするかもしれません。しかし聖霊派が特別にペンテコステを強調します。なぜならばそれがその、とても大事だからです。聖霊が注がれるおよそ2000年前から今に至るまで、イエス様の再臨まで注がれるのです。そして私たち聖霊に導かれているのです。私たちは以前は欲に仕え、罪に仕えてました。以前は悪魔に仕えてました。しかし今私たちは聖霊様に仕えるのです。どうやって神に仕えるんですか？それは聖霊に仕えるということなんです。どうやって神と交わるんですか？それは聖霊と交わるからなんです。聖霊の交わりという言葉がありますけど、聖霊の交わりこそ神様との交わりなんです。なぜ私たちは聖霊様を歓迎するんですか？それはイエス・キリストを信じた者だけが与えられる特権だからです。私たちはその御霊に仕える資格を得たと書いてあります。罪があっては、ね、御霊に仕えることはできない。罪があっては神を知ることができない。罪があっては神と交われないということなんです。罪があるということは皆さん悪魔と交わるということなんです。悪霊と交わるということなんです。そうなんです。もう皆さん、多くの人はですね、もう要するに悪霊にベールがかかってて、悪霊に仮面がかぶってて、悪霊にですね、なんかデコレーションがかかってて、映画、ね、ゲーム、アニメ、すべてのですね、その悪霊に関わるものにベールがかかって、本質が見えてなくて、騙されて手を出し、騙されて見て、騙されて結局は悪霊と交わってる。それが、人間の悲劇なんです。人間の悲劇って何ですか？悪魔に騙されて善悪の実を取って食べてしまったんです。その結果、
その結果悪魔と交わるものになったんです。悪魔に属するものになったんです。その結果罪のうちを歩み、その知らず知らず、まだアダムとエヴァが騙されて、今皆さん2000年経ってもまだ人類が騙されてるんです。あ、2000年じゃない、ごめんなさい、5000年6000年ですね。アダムとエヴァ、6000年前のアダムとエヴァが騙されて、6000年間人間は騙されてるんです。6000年も騙されてるの？騙されてるんです。6000年も騙されてるんです。悪魔に騙されてるんです。悪霊と関わってるんです。悪魔と関わってるんです。見えないんです。もう盲目なんです。目が見えない。もう見た目は綺麗、見た目は美味しそう、見た目は楽しい、そういうこの世の欲に騙されてるんです。多くの人は今も騙されてるんです。悪魔に騙されてるから、してはいけないことをしてるんです。悪魔に騙されてるから何が何だかわからないんです。何が良いもの、良いことで、何が悪いことかわからないんです。神様に敵対してることがわからないんです。多くの人は神がいないと思ってます、ね、神様いないと思ってます。考えてください。神様がいてですね、神様がいて神がいないということこそとんでもないことだと思いませんか。神様に対する一番の冒涜は神を否定することじゃないですか。 神を無視し、神がいないとね、それは悪魔の魂胆だと思いませんか。悪魔はですね、悪魔は悪魔がいるということを教えないんですね。わかります。悪魔は神がいないということを、教えたいんです。悪魔の魂胆は神もいない、悪魔もいないというふうに思わせて働くんです。詐欺ってそうでしょ皆さん。詐欺っていうのはその本音を言わないで嘘を言うことでしょ。騙そうということをもちろん最初からあなた騙、私はあなたを騙しますよなんて言って詐欺はできないわけですね。詐欺っていうのは本当だよ本当だよ本当だよと、本当のこと言ってるよと言いながら嘘をつくことでしょ。それが詐欺じゃないですか。だから悪魔はそう言ってるんです、ね、神なんかいないんだよ、自分勝手にやんなさい、好き勝手にやんなさい、したいことすればいいんだよ、ね、もう自分のしたいことをしなさい、あなたは自分の力で、もうあなたには力があるから、何でもできる力があるから、あなた自分の力で頑張んなさい、ね、もう神なんかいないんだよ、地獄も天国もないよ、悪いことしても大丈夫だよ、悪いことしても地獄ないから大丈夫だよ、ね、死んだらもうおしまいなんだから、もう好き勝手にやんなさい、せっかく生きてるんだから楽しまなきゃ損だよ、ね、それがサタンの嘘です。多くの人はそれに騙されてるんです。多くの人は自分が生きてきたことの責任を取らせるってことを知らないんです。多くの人は罪の結果地獄に行くということを知らないんです。多くの人はサタンの策略を見抜けないんです。なぜだか分かりますか。なぜか分かりますか。サタンが頭いいからです。いいですか。サタンは悪賢くてものすごく頭いいんです。だから人間なんて人ひねりです。エヴァがですね、エヴァが蛇と話した途端、蛇と会話した途端頃ですよ。それはエヴァがですね、エヴァがサタンに近づいたからですよ。近づいてそのエヴァが蛇と話した途端ですよ。詐欺ってそういうとこありません？詐欺っていうのはちょっと耳を傾けて、ちょっと話をした途端にガーンって心を盗まれて騙されちゃう、ものすごい巧妙な詐欺なんです。でしょ？詐欺っていうのはものすごい巧妙で、もうどんな人でも話を始めた途端その人をこう引っ張るわけでしょ。怖いんですよ皆さん。サタンは頭がいいんです。悪賢いですけどね、悪賢い。頭がいいのが、その頭がいいのが正しいことに使えばいいんですけど、悪いことに使ってるんですね。ですから
まず私たちは、その本当の人間の本質を理解しなきゃいけません。人間とは何か、単なる進化して偶然生きている単なる生物と思ってたら、もうそこからして間違っています。やはり大事なのは前提ですね。前提、一体人間とは何なのか、世界とは何なのかという前提が分からなければ人生も分からないんです。前提が間違ったら全て間違えるんです。人間が単なる進化した動物だと思っている限り、人間に生きる価値はないんです。人間が単なるその、生物の頂点に立っているものだと思っている限りにおいては、その人は善悪がないんです。でしょ、進化論に善悪あります？進化論ね、動物に善悪ってないよね。動物は善悪ない。動物はまあ 欲だけで生きてるかもしれません。人間だけがですね、人間だけが善悪を考えることができます。しかし多くの人は動物のように生きてるんですね。動物のように欲で生きています。ですから皆さん、私たちは人間が何かという前提がまず必要です。聖書は言っています。人間は神様に似せて作られたけど罪人だと言っています。そのことが分かったときに私たちは目が開かれるんです。真理を聞いたときに、神の言葉を聞いたときに、私たちの心に光が入ります。神の言葉を聞いたときに私たちは何かを悟るのです。嘘を聞いても全然そこには何の変化がないんです。嘘を聞けば聞くほど余計に分かんなくなってしまうんです。私たちは真理の内を歩まなければいけません。物事には、ね、筋道が必要じゃないですか。皆さん、物事には筋が必要でしょ。筋がなかったら物事判断できないじゃないですか。ある出来事があります。これがどういうことなのか、それを判断するためにはそれを分析する基準が必要でしょ。もし基準がなかったらもう判断できないじゃないですか。それがどういうことなのか、どうすればいいのかわからない。皆さん、問題を解くためには問題を解く鍵が必要ですね。この間もちょっと放送で言いましたけど、物理とか数学には方程式が必要です。方程式があってこそ問題が解けるんです。アメン。方程式に当てはめて答えが出るんです。アメン。もし方程式分かんなかったら数学の問題も解けませんよ。物理の問題も解けませんよ。その法則っていうものがあるんです。アメン。もうこの世界は法則で成り立ってるんですよ皆さん。この世界は法則で成り立ってるんです。物理の法則、科学の法則、生物の法則、数学の法則、もう一つ神の法則ですね。神の法則でこの世界成り立ってるんです。だから神の法則を知らないでうまくいかないんです。兄弟姉妹の皆さん、私たちはイエス・キリストの言葉が神の言葉であり神の法則だっていうことを知ったんです。ですからその法則を学んで適用する必要があるんです。人生というのは神の言葉を適用して生きることなんです。アメン。人生というのは神の言葉が必要なんです。人はパンの身に生きるにあらず、神の口から出る一つ一つの言葉によって生きる。神の言葉がなければ正しく生きることはできないんです。もう皆さん、この背骨がまっすぐ、バックボーンって言いましょうかね、生きるためにはそういうこのしっかりとした土台、その背骨が必要ですね。もしその神の言葉がなかったらもうあれですね、タコとかね、イカとか、何ですか、クラゲみたいなもんですね。もうバックボーンがないんです、ね、無脊椎動物ですね。無脊椎動物になっちゃいます。しかし私たちは背骨があります。神様が脊椎動物作ったのは神の言葉を背骨にしなさいっていう意味なんですよ。皆さん分かりますか。偶然脊椎動物があるんじゃないんです。神様が私を背骨にしなさい、私の言葉を背骨にしなさいということですね。
アメン創造論ですね。創造論、すべてのものに神の意図があります。神様が作ったものには全部神の素晴らしい本質が表されています。ですから単なる形とか、ね、その機能だけを見るのではなく、その意図を知るときにこの世界がものすごく素晴らしく見えます。私たちは全てが偶然ではなく、神様のものすごい綿密な、ものすごい精巧な計画の中で万物が作られているんです。皆さん自身も素晴らしい存在なんです。人間はものすごい英知で満ちています。そして体だけじゃないんです。私たちの人生そのものが、日々毎日毎日がものすごい神様の計画の中であるんです。今日という日は特別なんです。神様が作られた、もう 誰と会うのか、何を考えるのか、ね、どういうハプニングがあるか、全部計画されてるんですよ皆さん。そして一つ一つに意味があるんです。それを予言的に捉えるということです。いろんな出来事があります。カリスマのクリスチャンはそれを予言的に捉えて、神様はどういう意味でそういうことがあったのかを考えるんです。それが予言的に捉えるということです。あ、神様はこういう意味でこういう人と会ったんだ、こういう意味でこういう出来事があったんだ、こういう試練はこういう意味だったんだと、神様の意図を予言的に捉えることです。皆さんの人生に意味があり、皆さんの日々に意味があり、皆さんの試練に意味があり、すべてのことに意味がある。それが分かったときに神様の素晴らしさが見えてくるんです。それ本当なの？本当に神様がそんなことをされてるの？そうなんです。偶然じゃないんだ。すべてに神様の素晴らしさがあるんだ。皆さんの存在そのものが、今皆さんがネットでイエス様のことを聞いてること自体が偶然じゃないんです。今皆さんが礼拝に参加していることは偶然じゃないんです。神様の御心であり、導きであり、素晴らしいことなんです。アメン。それを知ったときに私たちは神様を褒めたたえらずにはいられません。わあ、素晴らしい方だ、もう本当にすごい方だ、もう本当にもう驚くべき方だということが分かるんです。本当にびっくりします。もうその分かれば分かるほど、見えれば見えるほど神様の素晴らしさが見えてくるんです。最初は分からないかもしれません。最初はよく分からないかもしれません。最初はちっちゃなことかもしれません。でも皆さん求めてください。神様を求め、神の言葉を求めてください。だんだん見えてきます。神様の愛の深さ、大きさ、神様の誠実さ、神様の柔和さ、へりくだりさ、ものすごく見えてきて、ね、もう魅了されます、ね、イエス様の素晴らしさに魅了されます。そしてイエス様は私たちを救いに来たんですけど、それはどういうことですか？救いとは何ですか？それは私たちの罪を許して聖霊様を与えるという話をしましたけど、結局のところそれは神様が私たちの中に来られるということですね。神と和解するということです。神様が私たちの中に来たということはどういうことですか？それは神様と交わるということです。それはどういうことかと言いますと、神様は愛のお方です。神様に似せて作った人間と和解をし交わりたいのです。神様は人間一人一人に関与したいんです。愛し合いたいんです。神を知ってほしいのです。姉さん、そこを理解してください。神様は無関心では、人間に無関心ではありません。皆さんに無関心ではありません。皆さんを放置しているわけじゃないんです。皆さんに何かですね、気持ちがないわけじゃないんです。神様は皆さん一人一人を愛していて、関わりたいのです。交わりたいのです。アメン。そのために十字架にかかったんです。十字架にかかった理由はそこなんです。神様がイエス・キリストを信じる者と和解し、神様を知る者になってほしいのです。
神様に従うものになってほしいのです。永遠の命を受けてほしいのです。滅ぶものではなく、せっかくこの地上に生まれてきて、せっかく人間として生まれてきて、神様をその見つけないで、神様と出会わないで滅んでほしくないのです。すべての人がイエス様と出会って、すべての人が永遠の命を受けて、御国で、天国で永遠にイエス様と過ごしてほしいのです。アメン。人間はですね、ある人は言います。結婚したい、恋人が欲しい、友達が欲しいって言います。その本質なんだか分かりますか？その本質は、天国で永遠にイエス様と兄弟姉妹と一緒にいるということの裏返しなんです。分かりますか？すべての人間はそのように愛し合う関係が欲しいんです。人間とうまくやっていきたいんです。家族が欲しいのかもしれません。友達が欲しいのかもしれません。でもうまくいかないんです。家庭崩壊し、友達とはうまくいかないで、会社でうまくいかないで、学校でうまくいかないんです。それはなぜですか？それは罪というものが人間関係を壊すからです。罪がある限りうまくいかないんです。罪がある限り愛し合うことはできないんです。そのことがわからない、わからなくても友達が欲しい、わからなくて結婚をしたい、わからなくて恋人が欲しい、結婚は離婚になりますね。恋人とは失恋します。友達とは絶交します。なぜですか？そこに罪があって愛がないからです。神の愛があって、神の愛があっていい人間関係を持てるんです。神の愛があっていい結婚ができて、神の愛があって、まあ恋人同士うまくいっちゃダメなんですけど、いい関係になって、友達同士も神の愛があっていい関係になってほしいんです。イエス・キリストにある兄弟姉妹はそういう関係なんです。イエス・キリストにある兄弟姉妹は神の愛の関係なんです。もちろん未熟の時はね、裏切ったり見捨てたり憎んだりすることがあるかもしれません。でもだん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 愛を学んで、だん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 信仰によって兄弟姉妹を愛するようになり、いいですか、パウロが言ってます。兄弟の姉妹のために死になさいと言ってます。十字架がそうです。イエス様は、ね、友のために命を捨てたと書いてあります。私たちは兄弟姉妹のために命を捨てるほどに愛し合うことができるし、要求されているんです。だから兄弟姉妹の、ね、兄弟姉妹の皆さん、兄弟姉妹を許しましょう。兄弟姉妹を憎んではいけません。兄弟姉妹を裏切ってはいけません。兄弟姉妹を愛するんです。それが主の命令なんです。主の命令です。アメン。それが神の国の在り方です。それが人間関係のその秘訣なんです。私たちは初めて愛し合うという人間関係を持てるんです。そして何よりも神様と愛し合うことができるんです。皆さんが礼拝に来ているということは神様を愛していることなんです。皆さんが賛美するということは神様を愛していることなんです。皆さんが祈ることは神様を愛することなんです。それは神様の喜びです。私たちは神様を愛していて、神様を喜ぶことをしているんです。ちょっと御言葉を読みます。第一ヨハネ一章ですが、ここに神様との交わりについて書いてあります。初めからあったもの、私たちの聞いたもの、目で見たもの、じっと見、また手で触ったもの、すなわち命の言葉について、この命が現れ、私たちはそれを見たので、その証しをし、あなた方にこの永遠の命を伝えます。すなわち道と共にあって、私たちに表された永遠の命です。私たちの見たこと、聞いたことをあなた方にも伝えるのは、あなた方も私たちと交わりを持つようになるためです。私たちの交わりとは、御父および御子イエス・キリストとの交わりです。私たちがこれらのことを書き送るのは、私たちの喜びが全くものとなるためです。神は光であって、神のうちには暗いところが少しもない。これが私たちがキリストから聞いてあなた方に伝える知らせです。もし私たちが神との交わりがあると言っていながら、しかも闇の中を歩んでいるなら、
私たちは偽りを言っているのであって真理を行ってはいません。しかしもし神が光の中におられるように私たちも光の中を歩んでいるなら、私たちは互いに交わりを保ち、御子イエスの血はすべての罪から私たちを清めます。もし罪はないというなら、私たちは自分を欺いており、真理は私たちのうちにありません。もし私たちが自分の罪を言い表すなら、神は真実で正しい方ですから、その罪を許し、すべての悪から私たちを清めてくださいます。もし罪を犯していないというなら、私たちは神を偽り者とするのです。神の言葉は私たちのうちにありません。私たちの交わりとは、御父および御子イエス・キリストとの交わりです。私たちが神と交わりがあると言っているなら、もし、しかも闇の中を歩んでいるなら、私たちは偽りを言っている、真理を行っていないと書いてあります。兄弟姉妹の皆さん、私たちは神と交わっているのです。道と交わっているのですから、闇の中を歩むことがないようにしましょう。光の中を歩むようにしましょう。神様と交わっていると言いながら兄弟姉妹を憎んではいけません。神様と交わりがあるならば、兄弟姉妹は愛するべきです。目に見えない、目に見える兄弟を愛せなかったら、目に見えない神を愛せないとも書いてあります。私たちは兄弟姉妹と愛するということがとても大事だということです。アメン。そして皆さん喜んでください、喜んでください。私たちはイエス様との交わりがますます、その深くなります。そして兄弟姉妹との交わりもますます深くなります。いろいろ傷つくこともあるでしょう。裏切られることもあるでしょう。しかし皆さん、がっかりしてはいけません。忍耐強く、忍耐強くイエス様との交わりを求め、兄弟姉妹との交わりを求めましょう。諦めてはいけません。神の国は近いのです。リバイバルは近いのです。神の国を求めましょう。神の国とその義を求めて、失望しないで熱心に、会いましょう。アメン、アメン。生産式は契約です、契約です。そして、ペンテコステの時に、イエス様が言いました、その、地の約束を待ちなさいと言いました、ね、地の約束を待ちなさい、聖霊を受けるということは契約の成就とも言えるでしょう。皆さんがイエス・キリストを信じるという契約の中で約束の聖霊を受けるんです。ですから私たちは、イエス様に対して、正しく歩むという契約が聖餐式です。で、聖書には、そのふさわしくないままで聖餐式に預かると病気になったり死ぬこともあるとあります。ですから兄弟姉妹、本当に気をつけて聖餐式を怪我してはいけません。聖餐式を本当に自分がふさわしいかどうかよく吟味して、ふさわしくないなら遠慮してください、ね、そうしないと災いを招くと書いてあります。本当にイエス様に対して正しい信仰があるならば預かってください。これは聖なる、聖なる契約です。神を侮ればどれほど大きな罪があるか、御子の血を侮ればものすごい大きな刑罰があると書いてあります。ですから災いを招かないために本当に心から悔い改めて、イエス様に対して正しい信仰を持ってください。せっかくの救いが大きな罪を犯すことになります。深く深く悔い改めてください。
神様の契約です。アナニアとサピラが聖霊に嘘をついたために即死しました。そのアナニアとサピラの即死を恐れてください。天のお父様、感謝します。あなたは生ける神、イエスキリストを通してあなたに悔い改めるならば契約として聖霊を与えてくれます。主を感謝します。どうぞ私たちの罪を許してください。本当にあなたに対して正しくなかったこと、知らない罪もあります。もう本当に、その軽々しい思いで罪を犯したこともあります。イエス様、ごめんなさい。そのような罪をすべて許してください。すべてあなたの父親によって許して悔い改めます。どうぞ災いに遭わないように、兄弟姉妹が災いに遭わないように助けてください、守ってください。そして今日はペンテコステの礼拝です。本当に心から感謝します。あなたの十字架に感謝します。その十字架のゆえに約束の聖霊をいただきました。本当に感謝します。これから清く正しく御霊に従って信仰で歩みます。どうぞ聖霊を汚す、聖霊を冒涜する罪は永遠に許されない、聖霊を冒涜する罪は永遠に許されないとあります。どうぞ私たちが聖霊を冒涜しないように、聖霊様を冒涜しないように清く正しく生きれるように助けてください。兄弟姉妹を守ってください。清めてください。導いてください。日本に、日本のペンテコステが来ますように。聖霊の啓示、後の雨、恵みの雨が降って日本に驚くべき、驚くべき恵み、驚くべき聖霊の雨が降りますように。主を本当に期待します。祈ります。日本を救ってください。日本を救ってください。命の雨、命の雨が降りますように、降りますように、降りますように。日本を憐れんでください。日本を憐れんでください。日本を救ってください。イエス様、それがあなたの御心です。それがあなたの御心です。あなたの御心を行ってください。イエス様の御名によってお祈りします。アーメン、アーメン、アーメン。イエス様はすべての人を愛していますが、イエス様の愛を拒む人と受け入れる人がいます。私たちは十字架を見て神の愛が分かりました。あなたの愛を受け入れます。あなたの愛を受け入れます。あなたが大きな大きな愛で愛してくださり、あなたを知ることができたことを本当に感謝します。どうぞますますあなたに植え替え、あなたを愛します。人生を捧げます。人生を捧げます。あなたにすべてを捧げます。主よ、どうぞ私たちを受け取ってください。私たちを受け取ってください。あなたに、人生を捧げ、命を捧げます。イエス様、どうぞ私たちを清くして用いてください。清めて用いてください。イエス様の血潮で、イエス様の血潮で清めて用いてください。イエス様、あなたが日本に来られることを心から期待します。あなたの御心を行いたいのです。あなたの御心が私たちの心、あなたの御心が私たちの心、あなたの御心は愛です。あなたの御心は愛です。あなたがどれほど日本を愛しているか、日本を愛しているか信じます、信じます。あなたの愛が注がれますように、イエス様の御名によってお祈りします。アーメン。
イエス様は生きておられて本当にリアルにおられる方です。私たちのような私たちのような人格を持ち、私たちのような姿をされています。私たちは、イエス様とお会いする準備をしています。今私たちは何のために生きているんですか。イエス様とお会いする準備です。アメン。イエス様が清いように私たちも清くなってお会いするべきです。アメン。そのための時間なんです。生きている意味があるんです。王の王にお会いする準備なんです。もう、すぐだと書いてあります。聖書によるとすぐに来ると書いてあります。アメン。すぐに来る。ですから皆さん、もう時間は少ないのです。私たちはいつでも主にお会いできるような生き方をしましょう。もし、油断している時に来たら、救われない可能性があるんです、ね、油断している時にまさに油切れです。油切れの時にですね、イエス様来たら救われない可能性があるんです。ですからいつも御霊に、油に満たされて、油に満たされてイエス様に植え替える気持ちで熱い思いで会いましょう。アメン。アメン。それでは終わります。シャローン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 。